はい、そっかちのことです。えー、a 8ネットっていうのがね、有名なアフィリエイトサイトなんですけども、実はこのね、アフィリエイトサイトの中で、アフィリエイトサイトを売買しているってコーナーがあるんですね。それが A8M&A なんですよ。例えば一例でここにあります。えー、ここにあるブログ、サイトがですね、テーマが、 ミニマリズムや食生活の見直しなどの紹介したライフスタイル、提案型のサイトということだそうです。商品購入のレビューも多数ありますんで、まあ、かなりね、多くの方に支持されるんではないかなと思います。こういうサイトが45万円で、えー、希望価格ね、販売されております。で、このサイトを買うと何が起こるかっていうと、まあ、売り上げが、あこれ月間だと思いますけども、10万500円上がってるそうなんですよ。ですんで、単純に言うとですね、 45ヶ月で元が取れるということになりますよね、たい40ヶ月ぐらいですかね。で、PV 数っていうのがありますけども、月間で1万 PV、1万 300PV 取ってるそうなんですよ。ですんで、月間で1万 300PV すぐ欲しい方は、このサイトを買うといいと思います。で、えっ、ー、と、1万 300PV に対して、えー、まあ新規の商品をね、販売して、その商品代金が45万っていうものだと、 1>, 1万0 0 PV のうち一人が買えばすぐ元が取れるっていう風なね、そういったやり方もできます。えー、希望価格45万で販売されているサイトなんですけども、えー、売上平均が月に10万500円と。で、月間コストあ、このサイトの維持するのにコストがかかるそうですけども、それが1200円と。 で、月間の PV が大体 1300PV っていうことになりますね。で、以上の平均値っていうのは2020年の2月から7月までを計算したものになります。サイトのページ数が多いですね。148ページで、集客は SEO と SNS でやってるそうなんで、SNS からのね、リンク誘導っていうのはいるかもしれません。で、運用開始したのが2018年の7月なんで、2年間しっかりと運用されてるようです。その他注意書きはここにありますよね。 で、なんで売却するかっていうと、更新の時間がなかなか取れなくなったんでえ、せっかくここまでね、実績を作り上げてきたサイトなんで、これを引き継いでくれる方を募集ということでしょうね。で、交渉するっていう風なクリックするとできるということです。で、募集案件一覧を一応見てみましょうか。どんなサイトがね、あるのかなってこところですけども。あ、結構ありますね。 えっと、1300万円で売られてるサイトもあります。これは、毎月70万の売り上げがあって、16万 PV 稼いでくれるそうですよね。すごいですね。で、えっ、ー、と、これですね。売り上げが毎月1500円立ってるものは、だいたいそれを100倍して15万で売られてる傾向にあると。はい。で、えー、これが今のサイトですね。で、売り上げは1個も立っていないけども、5万円で買ってくださいみたいなのも、ありますね。えー、これもなかなかいいんじゃないですか。ちょっと見てみましょうか。 え、ちょっと、全然ダメですね。<laughs> すいません、ダメって言って。えっ、ー、と、買う気にはならないですけども、こういうの、形があるサイトを欲しがってる方は、ここからね、自分色に構築してもいいんじゃないかなと思います。えー、テレワークに転職するためのサイトは、あ、1000PV が月間ですか。うーん、なんとも言えないですね。再建整理型のブロガーフィルト。これは儲かりそうですね。えー、PV もそこそこ来てますしね。うーん。あ。 この荒沢女子の婚活ブログ、これはね、私でしたらかなりの売り上げを作ることができます。この運営は。うん、なかなか面白いですね。いっぱい売られてます。まあですんで、ああ、結構あるなご自身のサイトを作るのが、もうね、コツコツやるのがめんどくさい方は、こういうところでバッと一気に買ってしまって、それを引き継ぐ形でね、同じテーマで情報発信されてもいいんじゃないかなと思いますよね。 はい。えーと、本日は A8net の M&A サイトの売買というサイトを紹介しました。では以上です。